んばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はーい。結構ね、女性から追われたいとか女性からアプローチをされたいっていう男性、私の動画ご覧になってる方多いんじゃないかなって思うんですけれども、やっぱね、女性から追われる、要は付き合いたいと言わせる男性ってある特徴があるんですね。それもそんなに難しいことじゃない、意識をすればできることです。なので今日はあなたが、大好きな女性から付き合いたいって言われるように、女性から付き合いたいと言わせる男性5選、ね、特徴5選というお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいているのと、私と直接お話ができる機会のご案内もさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では女性から付き合いたいと言わせる男性の特徴5選。まず1つ目、一緒にいると楽しそうにしてくれるです。で、女性って母性本能があるので、相手が楽しんでるかどうかってめちゃくちゃ気になるんですね。自分と一緒にいることによって相手の男性が楽しくないのはすごく嫌だったりするんですよ。もちろん男性でもね、そういう男性多いと思いますけど、特に女性は母性があるからそういうことを気にします。なので、あなたが私と一緒にいることですごく楽しそうって思うと、すごいね、安心もしますし、楽しんでくれているあなたに対してありがとうっていう気持ちが湧いて、ありがとうって思う気持ちにさせてくれるあなたに対して好意を持っていくんですね。なので、ぜひね、一緒にいるときは楽しかったら楽しそうにしてください。無理やり楽しそうにする必要はないですけど、でも無理やり楽しそうにしても後から感情がついてくる時もあるので、ぜひね、楽しそうに、表現することを心がけていただければなと思います。はい、そして2つ目、大切にしてくれそうです。これはストーリーをぜひ語ってください。で、どういうストーリーを語ってほしいかっていうと、例えばあなたが大切にしているものあると思うんですよ。物でもいいですし、できれば人の方がいいかなって思います。ご両親のことを大切にしてるね、あのご兄弟を大切にしてる、上司を大切にしてる、何でもいいです。で、そういうのがなければ物とかでもいいんですけど、大切にしているもののストーリー、なぜそれを大切に思っているのか、どのように大切にしているのかっていうことを話してください。例えば私だったら、まあ、親とかはすごい大切にしてるんですけれども、家族ね、あんちゃんも含めて、だから健康をね、すごい大切にしてて、で、今ね、すごいいろいろ流行ってるじゃないですか。なので健康を考えて結構いろんなサプリを送りつけてるとかねこれだけでいいんですよ。こういうストーリーを話すだけで、女性は自分も親も大切にしてくれそうだなって思ったり、私も体調悪くなった時に心配してくれるんじゃないかなって勝手に想像してくれるんですね。なので、こういうストーリー、大切にしてるものストーリーっていうのをぜひ語れるようにしてみてください。はい、そして3つ目、守ってくれそうです。で、守られてるって思うのは主に共感が多いです。女性が何か落ち込んだ時とか、そういう時にアドバイスをくれるのではなくて、共感してくれる、大丈夫だよ、僕は味方だよっていうスタンスで話をしてくれるっていう方がすごく大事。結構ね、男性はアドバイスして解決したくなっちゃうと思うんですけど、それは優しさだと思うんですけど、それは女性が欲しい優しさではないんですね。あなたのあげたい優しさと女性が欲しい優しさって違うから、それが違った場合、狂気になったりします。なので、相手が欲してる優しさっていうのを渡すようにしてあげてください。共感しておくと結構いいです。はい、そして4つ目、いろいろ知ってるです。これはですね、雑学の部分でいいと思います。いろんなことを知っていると、やっぱり何かあった時にすごく安心だなっていう風に思ってもらうんですね。ね、これは意識的にじゃなくても相手の潜在的に思ってもらえるので、あなたが知ってる面白雑学みたいなのは面白おかしく話すのもありかなって思います。はい、そして5つ目、自信があるですね。男性はね、やっぱ自信大事ですね。女性もそうですけれども、特に女性は不安な生き物なので、あなたが自信がなかったら一緒にいても私大丈夫かなって思っちゃうんですよ。なので、今自信がなくても全然大丈夫なので、どういう自分だったら自信が持てるかなっていう風に考えて行動していくといいかなと思います。はい、では、おさらいしますね。女性から付き合いたいと言わせる男性の特徴5選。まず1つ目、一緒にいると楽しそうにしてくれる男性。2つ目、
大切にしてくれそうな男性、3つ目守ってくれそうな男性、4つ目いろいろ知っている男性、5つ目自信がある男性、この5つしっかりやっていただければなと思います。はい、では今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。今日もね、コメント欄にアウトプットしてください。皆さんでもしお酒を飲む方はお酒で記憶をなくしたことはありますか？で、記憶、お酒飲まれない方は記憶をなくしたことがあるかでもいいですし、記憶をなくしたいと思ったことがあるかっていうのをぜひコメント欄にアウトプットしてください。で、私はね、お酒そんなにたくさんは飲まないんですけど、最近ちょっと飲むようになったんですけど、記憶まではね、なくしたことないんですよね。なんかお風呂入って寝ちゃったとかはあるんですけど、そう、なんかひどい記憶のなんかなくしはないので、ちょっと1回ぐらい記憶なくしてみたい経験でね、危なくない感じでとかは思ってますけどね。はい、ということで皆さんの、コメントもお待ちしてます。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、私と直接お話ができる機会のご案内もさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。